マイスターの大崎さんです。お世話になりますさあ、ております、はい、オリジナルモッキンバードいじってもらったり、あとテレキャスもいじってもらったと、ビッチもですねタップつけてもらったりとかっていうところでいつもお世話になっております。ありがとうございます。今回もありがとうございました。今回ですね、お店の紹介とですね、初心者の方購入の時に注意すべき点とおすすめのギターなんかをご紹介いただけたらと思っておりますので、はい、わかりました。よろしくお願いします。ここでですね、いつも買取査定を行っているマイスターにお店の紹介をしていただこうと思います。千葉管楽器は、リサイクルショップ千葉管定団の、はい、船橋店この中でやらせていただいているんですけれども、はい、コンセプトとしてはリサイクルショップですけども、詳しいものがいるということで、まあ、経歴上ちゃんとしたリペアの専門学校出てるもので、まあ、あとはですね、エフェクターとかアンプの修理のメーカーにちょっと勤めてたこともあったので、ね、そのところでいろいろ詳しく見れることが経験が豊富でございます、ね、お客様に一番納得していただけるお話をさせていただいて、まあ、ご購入いただいたりとか、お買い取りさせていただいたりさせていただくところがうちの店だと思うんですね、はい、リサイクルショップってお話できないですよね。知識がある店員さんがいらっしゃらないのでほとんどだと思いますね、はい、なのでなかなか買うときにこれここがこうなってるからもうちょっと値段下げてくれないって言っても全然あれですもんね。そうですね。でだからリペアもされてないし、買い取られた時の状態のまんまでそのまま売られてることが非常に多いですね。はい、なんか原稿すごかったそうですね。オクターブは合ってませんし、ですよ、ねはい、その辺がですねやっぱり全然千葉管楽器が違くて、しっかりとまずはマイスターが一度見て、である程度ちゃんとこう弾きやすい状態でテントに並べてくれているというふうな感じになりますので、あとデジマートですね、はい、ネットでも買えますので、ネットで買えますので、はい、デジマートは出しております、はい、概要欄に貼っておきますのでぜひぜひご覧ください。場所はまあ船橋なんで、まあ、千葉東京の方々はぜひですね遊びに来ていただきたいなと思います。でこの後ですね、初心者の方に向けて の、はい、おすすめギター、はい、とあと購入時のですね注意点、これをですねマイスターにご説明していただきたいなと思います、はい。初心者おすすめギター、ね、やはりここ最近では やはりネットでも話題になっているこのヤマハの PSC の 112V、はい、こちらですね、はい、いろんな方が使われていらっしゃいますけれども、まあ、値段とこの仕様としたら素晴らしいハイコストパフォーマンスというやつです、ね、これはなんか差があるんですね、この値段の差は。ちょっと初期あこれってちょっと分けありだったのでこれお安くしているんですけれども、あ物はじゃあそう変わらない、変わらないですね。マニアックに言うとこの初期の引き体ロゴとか今は間違いないですね。これ年代でロゴが違うんですね。これしか見たことないですね、ネットで。やっぱこちらの方が。このなんか最近よくあれですもんね、紹介されてますもんね。やはりもうこの SSH の仕様というところ。はい、まあジャンル的に結構幅広くっていう。とこの V ですね、112V っていうのはタップができるので。本当だ。そうなんですよ。ここがシングルとしても使えるというところがおすすめなのかなと。この価格帯でこれが付いているというのはなかなかないので。本当ですね。19,800円。しかもこれヤマハが作ってくれているというので。非常に作りがいいですね。海外で作ってますけど、じゃあもうこう初心者にはこれはおすすめですね。やっぱりジャンルの幅が本当に広くなりますよね、このタップと、はい、この SSH とタップで、はい、購入するときの注意点をちょっと教えてほしいんですけど、はい、一番は状態なんですけども、はい、分かりやすいのは、まあ、飾ってるときに弦が緩んでいるかというのは非常に大きいとは思います。なかなか手が回らないところですとチューニングしっぱなしというものがあるので、それだと肉がどうしても曲がってしまうので、はい、
やはりこの弦の張力では60キロぐらいかかっていると言われておりますので、この木に、まあ、男性の方が乗っているぐらいの張力がかかっているところ、そういうことですよね。なのでどうしても曲がってしまうのであれば、基本的に緩めているのが一番だと思います。なので、そのお店の、まあ、詳しい方がいらっしゃるかどうかっていうのはそこで違う。あとはですね、よくあるのは芝生サイドのところがこう痛くないかですね。よくあるのが、木は、まあ、呼吸をしているので、まあ、水分が減ったり乾燥したりすると、収縮します、はい、が、フレットは金属なのでそのままというところで、よくここでリサイクルショップなんかで思うんですけど、ここ触った時痛いというのがよくあるので、バリの部分ですね、なってるないかどうかをやっぱ確認したのがいい。それフレットが木からはみ出し始めてるってことなんですね、木の動きで。そうですね、木が痩せてしまう、木痩せってやつですね。どうしても、大型のショップだとエアコンがついているので、夏だから湿度があるだろうと思っていても乾燥してたりっていうのもありますし、冬なんかは通常のこの広さのところで加湿器何個たいても足らないぐらいに出ていってしまうので、そこが要チェックなところらしいです。まあ、僕的にはですね、結構中古をおすすめしてるんですけど、はい、まあ、新品との違いってやっぱり故障がついてなかったりとかっていうのがあるじゃないですか。故障の部分だとは思います、うん、御社は1ヶ月の保証をつけさせていただいておりますね。そうなんですね、はい、じゃあもう何かあった時には持っていけば対応してくれますもんね。そうですね、そこが強みですね。でもその場でやってくれますからね、ピックアップ交換とか。そうですね、時間があればいただくので、あとはもうご相談をですねしていただきたいなと思います。直接お話をして、まあ、僕もですねこういう風な感じの雰囲気にしたいんですとかっていうのをですね、こういうこともできますよっていうのでかぶせて、さらにこう面白いアイデアをですね、はい、言ってくれるんで、そこが僕としてもすごくありがたいなっていうところですね。スイッチ1個取ってもこのプッシュプルがいいのか、プッシュプッシュタイプならいいのかとか、あとベッドで穴開けてスイッチをつけたいというのもあると思うので、そういうのもお題をできる。いや、もうぜひぜひですね、皆さん一度お店に来てご相談してください、はい、マイスターの尾崎さんです。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。でも気になるところはこのヒデコーナーが、ヒデコーナー MG 賞すごいストラップ見ましたよ。これ S 賞でスカルです。スカルです、伝説の。あとはもうヒデさんなら、ヒデ好きなら、いやこれですね、グラトーン、これですよね。見てるわけじゃないんですけどね、あなかなか見るときも少ないね。これなかなか売ってないですよね。初期の頃これヒデサウンドを支えましたもんね。